界でもトップクラスの技術とサービスを誇る日本の美容師たち。美のミシュランと称される神カリスマヘアサロンガイドには、その中でも特に高度な技術を持つ美容師や美容室が掲載されています。時代の最先端を行く彼らたち、その追い求めるスタイルを紐解きます。渋谷にあるヘアサロン、ダコタ・エバンス。代表の小谷秀親さんはカラーリングで一躍有名になりましたが、カット技術も高く、トータルファッションでコーディネートできるカリスマです。僕はやっぱりトータルでのバランスだと思っているので、髪だけやっぱ素敵にするってことはまずないのかなっていうふうに思っているんですよね。まあ、普段お召しになっているような洋服とか、そういう部分を分析してそこで似合わせるっていうことが最大のテクニックっていうふうに私は思っているので、まあ、そういうのを引き出すっていうのが僕の仕事かなというふうに思ってますけど、はい。そんな神カリスマが追い求めるのは外国人風ではなく、リアルな外国人のヘアスタイル。その風っていうのが嫌だったんですよ、僕に。僕は違うと。リアルな紫外線退色による欧米人のっていう、こう言葉とかを使って髪を表現してたと思います。はい。欧米に渡り現地のヘアスタイルを研究した小谷さんが行き着いたのは、細かく溶け込むようなハイライトカラー。向こうの方ってほぼほぼがハイライトなんですよ。で、やっぱ分かりやすくこう筋になるっていうものよりは溶け込むような感覚で入れていくというか、プラスアルファ紫外線の退色によって地毛でもそのままハイライトみたいに色合いが季節によって変わってくるんですよね、髪質が。でそういうのを、その表現っていう部分を極めていくと、やっぱハイライトっていう部分になってきて、細さとこの一本一本均等そうで均等じゃないっていう。さらに柔らかな質感を生み出すカット、そしてスタイリングでハイライトを最大限に活かします。顔周りのここはちょっと外側に折るんですよね。折ってくびれを作ってメリハリがこう生まれてくると。で巻いたままだとやっぱ硬くなるんで、冷たい風、そうするとほら全体的にふわっとフォルムが変わってくるんですよね。巻いてこうほぐした時に繊細に入れたこういうハイライトのこの立体感が内側からふわっと浮いてくるっていう。そして小谷さんが神カリスマを目指す若者に思うことは、自分らしさというか、その小谷秀親とはというものをやっぱどこまでこう出せるのかと、それで周りから認めてもらえるっていう部分になった時に気づいたらそこにいるっていうことになってくると思うので、もうだからコツコツと、やっぱすぐ結果が出なくてもそれをこう信じてやっぱやられた方がいいのかなというふうに私は思ってますけど、はい。美しさと感動を与える神カリスマたち、今日も人々に笑顔を届けます。